ソードフィッシュはイギリス海軍の潜水艦、S 級潜水艦の一隻。1940年11月にイギリス海峡で沈没した。その名を持つ艦としては3隻目。ソードフィッシュはチャタム造船所で1930年12月1日に寄港し、1931年11月10日に浸水。 1932年11月28日に収益した。1940年11月7日、40名の乗組員と共にポーツマスを出港、フランスのブレスト近くでパトロール中のウスクとその任を交代するために向かったが、その消息不明となる。当時、ドイツの駆逐艦によって沈められたものと考えられたが、1983年に、 地元ダイバーによってその船体が発見された。その残骸は嫌いによって前方の方部分から真二つになったものであった。残骸は、ワイト島のセントキャサリンズヘッドから南方12マイルの海域で46メートルの海底に沈んでいる。沈没海域は1986年の船績保護法によって保護地点として指定されている。 サブマリンロッサス19042プレゼントデー RN サブマリンミュージアムゴズポートハットディセピレンスオブ HMS ソードフィッシュアーカイブド2006年5月19日アットザーウェイバックマシンアイローブホワイトインデックスハット HMS ソードフィッシュ ubot.net ハットスタチャトリインストルメント2008 0950オフィスオブパブリックセクターインフォメーション 1>, 1エプリル200 2008年7月19日、閲覧。ありがとうございます。